どうも、ともハッピーです。どうも、ヒカル店長です。どうも見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。はい、今日のともハッピーチャンネルは東京都新宿区高田馬場にあるハレリアの本店、ハレリアトーナメントセンター東京からお届けしております。ヒカル店長、ヒカル店長です。なんかどっかで聞いたことあるような名前だな。まあまあいいか。ということで、前にもねちょっと出てくれたんですけど、このお店の店長と一緒に今日は撮ってきます。僕らタメ語で話していくんですけど、この後ちょっと社長と店長でなんか違和感ある方もしかしたらいるかもわかんないですけど、このハレリアがね、創業するずっと前からもうマジック友達ということでね、なんか元々の関係性があるんで、もう気さくにやっていこうかなっていう組み合わせでお届けします。いいよね。まあこれでやってきます。やっていきましょう。やってこう。で、まあ、今回売上の話をします。2021年2月、このお店どんな感じだったのっていうのをね、皆さんに数字とともにお伝えしていきたいんですけど、で、ヒカル店長と話していきたいんですけど、1月末にねリニューアルしたんですよ、このお店。それ動画でもお届けしたんですけど、リニューアルして、まあ、数日ね営業してすぐ2月ということで、1ヶ月ねもろっと営業した2月だったけど、初めて、はい、そこがねどうだったのかっていうのを聞いていこうかなと。早速、はい、店長からちょっと数字を発表してもらって感想をね聞いていこうかなっていう感じで、はい、お届けします。ハズベ、ちなみに、はい、いくらぐらいだと思う、売上月の。え、売上ですよね。うん、さすがにリニューアルっていうのもあって6000ぐらいじゃないですか。ああ、お前もうようやるな。お前も月報見てるだろ。ええー、2021年2月の売上おいくらだったんでしょう。お願いします。発表します。5,560,370円でした。巨額だね。巨額ですね。そう、お伝えし忘れてたんですけど、前のね動画見てくれてる方とかは知ってると思うんですけど、月の売上、平均1億円が目標のお店なんですよ。でまずは1回1億円到達しようみたいな、今までしたことないしみたいな目標なんですけど、その1億円っていう目標に対しては結構厳しいスタートになったね。リニューアルしたんだけど、うん、思ったより感触的に伸びづらかった月になりましたね。はい、リニューアルの手応え的にはどう？土日とかになるとお客さんがやっぱり席に使ってプレイしてくれる姿を見ることができるので、うん、店長としてはかなり嬉しい好感触を持ってるんですけど、ショーケースもやっぱさ、台数、面数増えたからさ、見てる人増えたよね。はい、うん、ショーケース増えたんですけど、やっぱり商品の補充がスタッフのレッドとかもあって、スタッフの人数も足らないとかもあり、あ、そっか、やっぱり出し切らないっていうのがやっぱ懸念点として、まあ拡張したポテンシャルをまだ生かしきれてないと。生かしきれてない。はい、あとはね、2月って単純に月の日数が少ないですよね。ただね、2月新セットカルドハイムもあったからね、ちょっと寂しい。そう、カルドハイムすごい期待してたんだけど、うん、思った以上の伸びはできなくて。やっぱりさ、緊急事態宣言っていうのもあったし、マジックのね、メーカーさんのウィザーズ・オブ・ザ・コーストさんがこう世界規模で、まあ、大事を取って大会やらないでくださいっていうので言われてて、大会1回もあったもんね、はい、まあ、ポテンシャル出るわけないよね、それでね。ちょっともうね、正直ね、もう無理みたいな、もう非公認大会バンバンやろうぜみたいな気持ちもあんの、ちょっと検討してんの日々。はい、いやでもさ、公式の責任にはなんないわけじゃん、それって。やっぱり公式がね、その何もしてなくてマジック界でもうクラスター祭りみたいになっちゃうと、マジックがこうブランドが損なわれやすいじゃんね。で、民間でまあ非公認でやるんだったらいいかなと思いながらも、ハレリアがそれやっちゃうと、スタート切っちゃうのはだいぶ、あ、ちょっととねっていうので今のところやってないわけなんですけど、まあ、結構ねゲームタイトルによっては、まあ、マジックでも一部あるかもしれないけど、ゲームタイトルによっては全然ね非公認イベントとかやってたりするタイトルもあるし、カードショップでねクラスター報告事例はないし、やっぱり世界規模で見たら特にねウィザーズがあるマジックが一番こう盛り上がってる国のアメリカは、やっぱり1日にねまだ感染者数が7万とかさ出てるんだよね、その撮影日時点で。で日本はまあ700とかなわけだけど、難しいよね、その国ごとに全部さ最適対応をしていくっていうのは難しいしさ、今のところ3月末までイベントできないんだっけ。3月末、きちい、きつい。普通にきつくない？はい、なんとかイベントとかは立てられないんですけど、盛り上げられるようにはちょっと店の配置を変えたりとか、いろいろ試行錯誤をやってる最中ですけど、はい、そんな感じで、まあおよそ半分からのスタートっていうことでね、目標に対して。ただコロナ禍でリニューアル前よりはそれでもね数字的には良くなったんじゃない。はい、まあでもあれだよね、イベントとかね開けるようになった時にこう完全にポテンシャル発揮できるように、なんだろう、今しっかり整えれる部分整えて備えたいよね。はい、
うん、でさ、売り上げまだまだだったけど今後に希望はいっぱいあるっていうことで、まあ、今状況が状況だから、はい、それはそれで頑張るしかないなって感じだと思うんだけど、買い取りすごかったよね。買い取りはすごい、本当にパレリアオープンしてから今までない数字になってるんじゃないかなと思う。今までない数字、今までいない数字。買い取りのとこ行った話そった。はいはい、買い取りね、最高最大8面対応になった買い取りカウンターの前に来たんですけど、どんなこうポテンシャル発揮されたの？8面対応したことあったんですか？ないよね、多分。実際8面対応まではなかったんですけど、うん、作業をしながらお客さんと向き合ってという形で、8面使い切ったことあります。まあ、例えば査定完了後のやつが2つぐらいあって、他で6面査定してるとかだよね。さすがに大会もないし、8面同時に来るほどは買い取りいっぺんに来ないっていうのもあるんだ、ね、来ないこともないですけど、時間帯によってやっぱり一気に来ることがあるんで。でも前よりお待たせすることはきっとすごい減って、回転してみたいなところだよね、きっとね。あとカードの値段もね、やっぱ上がってるのは上がってるしね。はい、その買い取りなんですけど、月間の買い取り金額おいくらだったんでしょうか？発表します。買い取り払い出し金額合計が7,065,1400円となってます。7000万ちょっと。7000万ちょっと。え、これ1億売る店の買い取り金額超えてるんだけど。リニアに3000万円かかって、その後現金1500万円減っちゃったってこと？月で。え、潰れるやん。そしたらこれもスタートライン切るために必要な経費かな。まあ通信販売で売る分込みなんで全然潰れやしないんですけど、通販でみんな買うのってさ、抵抗少ないけどさ、もう現代人ネット買い取りで売るのってハードル高く感じちゃう人も多いみたいで、結構一回やってもらえたらね、そんなに壁を感じるようなもんじゃなくて、スムーズ取引できるのを体験してもらえると思うんだけど、ネット買い取りって言ったら通販の10分の1ぐらいしかないんで、やっぱりスコアが。そうするとね、だから店舗でしっかり買い取りさせてもらって通販で売るっていうね、込みの分だから全然実は潰れはしないですけどね。びっくりしちゃいますね、それだけ聞いたらね。いろいろ買い取り後押しするキャンペーンとかもあって、それ促進もあるのか、そのキャンペーンによるね。一応キャンペーンする促進と、あとやっぱり古いカードの値上がりが効果が出てるかなっていう印象です。やっぱりさ、今後店舗をさ、たくさん出店していくことに、しかも直営で決めたから、はい、買い取りをねしっかりしとかないと、店舗を出すたびに在庫が削れていってみたいになるのからね、全体の総量自体増やしながらやんないと、はい、悪循環になっちゃうから、もういろいろ分散でやったらあんまり店舗増やす意味ないもんね。だからこの8面の買い取りとかはね、本当に元気よく買い取らせてもらってね、便利に持ってきて売っていただいて、店によって持ち味を出すために買い取り強化品とかも各店によって違うものになってますので、はい、あ、そうなの、はい、その店その店で在庫が、その店で、はい、はい、ちょっとまたね、広々としたプレイスペース側に移ってきたんですけど、売上ってさ、5500万円ぐらい、内訳ってどんな感じだったの？今回ショーケースがやっぱり面数増えたから一気に増えて。あ、そう、いくらからいくらぐらいになったの？もともとが500万ぐらいの売上だったんですけど、うん、今月になったらなんと1100万円まで1000万のボーダーを超えることができました。あ、ショーケースがね。ショーケースが。あとはどんな感じだったの？あとは店頭注文ですね。店頭のパソコン注文がやっぱりほとんどの売上を占めてるので。あそこにいっぱいあるやつね。PC20 台増えたもんね。そう、20台に増えましたんで、うん、注文しやすくなって広く使ってもらえてるみたいです。通販在庫も増えてるしね、今ね。2500、じゃあ売上の半分だ大体ね。まあ、そこは膨大な在庫がね、ここで頼めるっていう、まあ、ズルみたいなもんだよね。通販一体型店舗のさ、ズルみたいなとこだよ、それ。ちょっとね、効率的なとこというか。え、他は、あとはドキドキ商品的な、オリパみたいな、オリパ的なドキドキ商品の売上が、うん、まあ、500万台ぐらい。あ、全部で。全部で。あと特化品、ストレージとかサプライとか、まあいろいろになってくるけど。そうです。ああね。はい、そんな感じで実際ね、今のスコア聞いてきて、まあ、感想もさらっと聞いてきたんだけど、1億円っていう目標に対してはどういけそう？改めて。かなり難しいなっていうのを現実見て。マジ？難しい。はい。でも現状リニューアルさせてもらったんで、ポテンシャルはあると思ってるんで、目指せない数字じゃないと信じてます。俺なんか普通に。今話してきてもろもろ含めて全然いけるっしょって思ってるんだけど、社長と店長のギャップなのかな、これって。まあ確かにさ、その店長は今あるリソースベースで考えるけど、社長はこれからそのガンガン人増やしたり設備強化したり、泣かぬなら泣かせて店をおととぎ込みみたいな感じで全然いけるっしょみたいな。だって平日さ、プレイスペースさ、お客さん正直2割3割ぐらいしか使ってないじゃん。めちゃめちゃ快適に遊べるわけだけど、週末も6割ぐらいしか埋まってないじゃん。なんかイベント始まったり、イベント始まんなくてもそこがね、8割以上稼働するだけで集客倍ぐらい
ぐらいあるわけじゃん。でスタッフも増えてショーケースもよりリニューアルされるようになって、普通に全然いけちゃう気がするんだけど、買わさんようかな。まあそんな感じでね、まあ、なんか期待要素と不安要素と両方ありつつも、中長期的に見たらやっぱりこれまでね27年続いてる歴史が示す通り、マジックってめちゃめちゃ魅力的なゲームだし、まあ今確かにね、そのマジックとかこの専門店だけに関わらず、コロナで本来の要は状態が分かんなくなってるわけじゃん。まあむしろこれが今の本来の状態とも言えるし、ちょっとこう悲観的に考えがちになっちゃうというか、まあでもそのコロナ落ち着いた後どうなるかっていうのを楽観的に考えすぎるわけにもいかないし、両方のね目を持ってやっていかなきゃいけないんだけど、結局ここはハレリアのフラッグストアなわけで、マジック・ザ・ギャザリングを代表する店、しかもカードゲーム業界を代表する店でもあると思ってるんだよね。俺は勝手に一番でかいし、まあ1億越すのここでしょみたいな、越させてみせます、そう思ってるから、ここが元気ないと全体が元気なくなっちゃうことにもつながるわけだよね、はい、だから結構責任重大っていうか、その使命感高い場所だから、結局何が何でもね、その目標は到達していく心構えなんですけど、で、まあ、こうやって月1ぐらいで売り上げ聞きながら一緒に動画撮ってったら、店長にもねもう会う機会も増えるし、もう伝わっていくかなみたいなっていうことで、改めてギア上げてって、どうも責任重大だよ、頑張ります、プレッシャーに弱いタイプだいぶあ、そうなんだよ、とりあえずカメラ慣れはしたみたいでよかった。はい、ということでね、マジック・ザ・ギャザリング専門店ハレリア TC 東京の2月の月間売り上げ報告でした。3月もやってみよう。3月も、うん、プラス2月より上がってるといいなって思います。ちょっとカメラ慣れするようにはい、ってことはね、また3月も閉まったら売り上げのね報告動画やっていこうと思うんで、ぜひ皆さんご注目ください。ハレリア TC 東京、いつ1億円突破できるのかっていうね、お楽しみにお待ちください。よかったらチャンネル登録、動画の評価お願いします。そしてマジック・ザ・ギャザリング専門店ハレリア、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。